はい、というわけで今回は勉強改善プロジェクト音読編ということで、音読のね、質を上げていこうという企画なんですけれども、はい、ただね、音読っていうとなんか声に出して読むだとみんな思ってると思うんですけど、はい、まあその通りなんですが、正確には飛ばし読みをしないっていう感じですね、うん、はいはいはい、はい、文章を読めてない人と読んでない人ってめっちゃいません？めっちゃいます、はいはい、ちょっと誤解の招く言い方をしたかもしれないんですけど、多分本人たちはちゃんと読んでるつもりなんだけれど、結果として十分に読めていないということが多いということでしょうかね、はいはい、例えば音読だけ言うと本当に声に出しただけで何書いてあったかを聞いてみると全然説明ができないとか、何のために読んだのかがいまいち分からず本当に読んで終わりになってるみたいな感じですよね、はい、そうです、そうです。学生さんたちからやっぱり上がってくる声を聞くと、頑張って読んだつもりなんだけどって、いわゆる頭の中を右から左に抜けていった、文字だけが抜けていったっていうような証言がかなり多く寄せられますよね、もちろん目読の場合ですけど、よくあるのがその文章読んだらなんか要約しろみたいなね、話とかってよく出てくるじゃないですか、はい、でその要約も確かにそうなんだけど、実はこれ一番発生しやすいのって設問の問題文かなと思ってて、数学とかで先生わかんないですけどって聞かれた時に、そもそもこれ何聞かれてるか分かってるっていうのを聞いてみると、知らないとか分からないってこと結構ないですか？はい、あります。いきなり答え見てるケース結構あるよねっていう、具体的設問で言うと、誰のどのような行為かみたいな問いなのに、誰のを書かないよね、誰々がこんなことしてこう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 威張るみたいな、いうふうに書いちゃうっていうのが多くて、単純な例ですけどね、で案外みんな詳しく読んでないとかですね、確認をしていないってこと多いんじゃないかなと思います。そうですね、問題文を読むとか設問を読むとかあるいは解説を読むとか全部そうなんだけど、何のために読んでるのか、その結果何を得てるのかっていうその目的意識ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよね、でも多くの人が読むことが目的になってるんですよ、はい、さらに言うと音読すらしないで目で読んでるだけだと読み終えることが目的になってて、読み飛ばしててもセーフみたいになってるんですよね、だからどんどん質が下がっていっちゃうっていうのはありますよね、その通りだと思います、はい、現代文でも読み終わることで終わってしまって、で問題もわかんないみたいになってしまって、逆に目的を持ってちゃんとそれを探していたり、確かにこれってこういうことだなっていうふうにやってれば解けるんですけど、逆にですね、それがある程度できてる人でも辛くなっちゃったりとか解けなくなっちゃうと、急にそれができなくなって目的なくさまようみたいな、そういう時間かかっちゃうみたいなこともよく聞きますね、はい、というわけで、まとめ、音読というかそもそも文章読むという行為自体は情報収集とか目的があって読むわけです。目的に合わせた読み方をするべきで、音読をするっていうのは読み飛ばさないっていうことがまず果たしやすくなると、目でやると結構飛ばすよって、さらにその音読して読んだ内容をちゃんと何書いてあったか捉える、だから質問に答えるとかね、そういうことを意識して読むという行為の質を上げていきましょうというのが音読の勉強改善でした。ぜひぜひ参考にしてみてください、はい、今回は以上です。